日本語の種。こんにちは、ユミです。このポッドキャストは日本語を勉強している人のために作りました。繰り返し何回も聞いてください。少し前から乾燥機の調子が悪くなりました。アメリカでは洗濯物は洗濯機から出して、乾燥機に入れて乾かすのが一般的です。乾燥機を使って で乾燥させる時間なんですが、これがものすごく長くなってしまったんですね。今まで、まともとは1時間ほどすれば乾いていた洗濯物が、なんと3時間かけても乾かない。生乾きのままになっているんです。息子のジーンズは3時間かけてもなんだか湿ってるという感じなんですね。そして、何やら エラーコーコドこう、数字が点滅されるようになりまして、えー、毎回乾燥機を使った後にピカピカ点滅しているんですで乾燥機の説明書を引っ張り出して読んでみると乾燥機の熱風を外へ出す穴ベントというんですがこれがどうも詰まっているようなんです。乾燥機から出出る空気が外へ出ていないといななととうことなので、 この問題が解決するまで乾燥機は使わないでくださいと説明書には書いてあります。なんか火事になってしまう危険性があるというようなことまで書いてあるんですね。いやこれは危ない。さあ、困ったときはどうするか。YouTube です。<laughs> 頼りにしています。YouTube でいろいろ検索してみると、乾燥機の穴を掃除するブラシというのが売っていて、 それで簡単に掃除ができると、たくさんの人たちが言ってるんですね。で、注文してみました。えー、くにゃくにゃと曲がる棒の先に、こう、ブラシがついてるんですね。で、その棒はこう、自分で継ぎ足していって、すごく長くできるんです。ですから、あの乾燥機の穴が外につながってるわけですが、外までの距離がすごく長くても、 掃除できますよ、という謳い文句だったんですね。で早速、そのブラシをこう、穴に突っ込んでみました。いい感じで入っていきます。ところが2メートルくらいでしょうか、そのあたりでピタッと止まってしまうんですね。どうやらそのあたりが詰まっているようなんです、えー。穴はまだまだ続いて、本当はあと3メートルぐらい、ガレージの外まで 3メートルぐらいある穴なんですねですからこの2メートルぐらいのところに詰まりがあるのでこれを取らなければなりません。でも押しても引いてもブラシは動かないですし進前に進みませんしこう引っ張り出してみるとなんか水がついてるんですね。濡れてるんですどうやらこののの、えー、乾燥機の穴の中に 雨水がたまってしまってそこにこう乾燥機から出るホコリとかゴミがですねえ混じってしまってそれで穴が詰まっている状態のようなんです。これはもう私の手には負えない素人だしこれ以上できないかなと思ったんですが、えー、夫に相談するとやっぱりプロに頼んでみましょうということでプロの方に電話してくれました。 でも何かもう少しできそうだなと私はずっと思っていたんですね諦めきれませんそれにプロに頼むとまあ、結構なお金を取られますそこで考えに考えましたそこで思いついた方法があるんです次回お話ししたいと思いますこのポッドキャストのトランスクリプトが欲しい人はまことプラスメンバーになってください www.wakotoplus.com を見てください。それではまた。日本語の種でした。